今日もいろは横丁です。なんだ台湾茶だって、なんでまた台湾のお茶をやろうと思ったんですか。台湾のお茶屋さんに知り合いがいて、ええ、そこでウーロン茶を飲んだら、え、ウーロン茶ってこんな美味しいの。じゃあそれがきっかけで始めたんですか。そうです、はい、ウーロン茶専門店、はい、これ入れてくれるの嬉しいな、プロの。いやいや、これが一戦目です。でこれを十何戦楽しむ。でも一番美味しいのはやっぱり初っ端の一杯目、このお茶で言うと3、4、5戦目ぐらいが美味しいです。これが一応美味しいと言われている3戦目です。あー本当だ、ぐっと飲みやすくなるんです。何も引っかからない感じ、うん、そうですね、どんどん美味しくなるので、じゃあもうちょっと飲んで、ええ、飲んでみて、で、とろみさえ感じてきます。あーなるほどね。で、このとろっとした感じがウーロン茶の特徴ですね。何時から何時の営業時間なんですか。お茶の時間は11時から4時です。それ以降は5時半から中華酒場に変わります。餃子が有名。ここ酒場なんだ。そう、夜夜はいろは横丁面白い。